こんばんは。こんばんはです。はい、皆さんこんばんは。ちょっと今日は本当にですけど、本当にちょっと待って、ちょっと失礼、ちょっと前髪もう分けちゃうね。今日雨でやられたから。本当になんですけど、ちょっといいですか？ちょっといいですか？マジでいいですか？みんないい？心の準備できた？はい、見てください。見せたくなっちゃった。泣きそう。あー、これわかる？ゆうさ、ここぐらいまであったのねえ、みんなわかんないかな。もう泣きそうなんだよね、ゆう。見て、本当に短くなっちゃった。違う、ゆうの注文。じゃあ待って待って待って、まず経緯を説明すると、今日美容院行ったんですね。まあ、美容院行きまして、まずちょっと元の長さがね、こんぐらいあったわけ。見えるかな、ここぐらいで、まあ、そんなに切りすぎるのも良くないなと思って、はい、では5センチ、5センチ切ってくださいって言ったんです。5センチで、5センチ切ってくださいって言ったら大体10センチ切られるなって予想して5センチ切ってくださいって言ったんですよ。で、5センチ切ってくださいって言ったら、下見たら15センチぐらい落ちてて、あれ？え？あれ？あれ？あれ？いいのかな？あれ？あれ？あれ？ってなって、うわー。でもこれはね、正直あれなのよ、誰も悪くない。そう、誰も悪くない。マジで誰も悪くない、そう思ってる。っていうので、ちょっと今日配信しちゃった。みんなに報告すべく、雨でさ、行った時もさ、雨でやばくて、ちょうど行った時、あー、キラキラ輝いてるよ。ありがとうね、輝かせてくれてありがとう。ショック。いや、雨で言った時もね、ちょうどあの土砂降りの時、この今着てる服が重々になりながらも行ったわけ。よし、じゃあ少し髪の毛量多いから、まあそれも込みで切ろうかなって思ってたんですけど、まさかのね。衝撃なんだけど。だからこれはもう本当に美容師の人も正直悪くない。これはね、誰も責めたらいけないんだよ。ユウの髪の毛が切られたのが悪いから。ただまあこれ、この髪の長さとその向き合っていく時間が正直欲しいっていう、その誰も悪くないからね。ユウもね、正直美容院の方はマジで責めてない。これほんと、ただ悲しんでるだけなんですけど、もう悲しんでるだけ。もうな、誰も悪くないもんね、これ。本当にだってさ、髪の毛ってさ、切っちゃったらさ、そんなすぐにさ、こうビヨーンって伸びるわけじゃないじゃないか。そう、今はこの自分のメンタル強化期間。そうだよね、もういいよ、いいんだ。新しい髪型ができるよね、この短さで。
なんかツインテール今までやってたらめっちゃ長かったけど、もう今ちょうどいいぐらいだし。ポニーテールしてもまあ結べるし、下ろしてもまああるからいっか。髪の毛あるもんね。よし、オッケー。ふう、やっちまった、やっちまったよ。いや、なんか長すぎてもダメだなって思ってたの。長すぎてもダメだなと思ってて、切ろうっていう決断をして切ってもらってこれになったってことは、もうある意味ありがとうだよね。美容院の方ありがとう。ユーがこうもじもじ数センチずつ切ってたのを一気に切ってくれて、マジでありがとうございますっていう感謝の気持ちで、今はこの時期を乗り越えていきたいなっていうふうに思います。でもゆうさ、美容院行ってうまく注文できたことないんだよね。だからこれさ、マジで正直ゆうが悪いんだと思う。なんか今回に関しては、まあ、5センチ切ってくださいとか言えたんだけど、まあ、いつもは、まあ、切ってくださいみたいな何センチですか、うん、こんぐらいですみたいな、そのこんぐらいとか、この辺みたいな、そういう言葉しか今まで発してこなかったから、やっぱねダメなんだよね。俺もユウのクリアカードが10枚中5枚出たのも責めないから、あ、ありがとう。もういいよ、もうありがとう。ユウもこんなん責めて責めるような内容でもないしね。ただ一つだけね、ちょっとこれ、まあ、みんなには教えるんだけど、まあ、髪の毛切るときにどんぐらい切りますかみたいな、一応あの報告したんですよ。髪の毛切っていいですかみたいな許可を得たんですけど、その時に言ったちょっと長さよりも短い、これ大丈夫、マジ大丈夫。こんばんは、髪の毛切りました、皆さんこんばんはです。でも夏だし、まあもうすぐ夏終わるけど、まあ夏だしすっきりするっていう分に関してはいいと思う。プラスだよね、正直プラスでしかないか。じゃあもういい、もう OK。 いいんだよもう。でもだってお風呂入る時とかさ、ドライヤー乾かす時とかめっちゃ楽になんじゃん。カチューシャかわいい、かわいいでしょ、かわいい、もらった、かわいい。伸ばす楽しさとかあるって。確かに、だってユウは伸びるもん髪の毛。オッケー、大丈夫大丈夫だよ。みんな前髪切ってない？切った、ごめんみんな、伸ばしてたのに切っちゃった。絶縁気になったからさ、それまで伸ばせる勇気がなかったっていうのはあります。こんばんは。ね、ドライヤー楽になって、もう楽、ドライヤー楽になるからいいよね。ユウはここ大切、そうユウは髪の毛伸びるから大丈夫みんなも伸びるでしょ、だから大丈夫だよ。髪と一緒にユウの伸びしろも伸びていくということを見れると、あ、座布団1枚、うまい、頑張ります。トーク会取りました、あれ嬉しい、ありがとうございます。トーク会今あれなんかもう受付終わったらしいです。今日までだったんだって、知らなかった、危ない。9月のトーク会5センチぐらい伸びてる、え、本当に、わ、タツノオトシゴ金のなんだっけ、5センチ伸びるかな、そしたらまた切るでもう
こうなったら髪の毛ピンクにした。いいなーいいなーいいなー。ゆうの東海買って、嬉しい、みんなありがとう。待ってます、この髪の毛で。埼玉も愛知も撮ったら楽しみ。嬉しいんだが、埼玉さ、ゆうなんか一日参加できないんだけど、なんで、なんかあんのかな、誰か知ってますか、ゆうなんかありますか。初めて会いに行きます。嬉しい。どうしよう、実物で見たら、この人がこの人みたいにならないといいな。なので今日久々にツイッターに写真をあげたいなって思います。マジ久々、最新の You 乗っけるの。だってツイッターマジで動かしてなかったんですよ。告知はしたけどね。そう、なんで休みなんだろう。インスタも更新して、公式チャンネルでユウを知った人ですけど大丈夫ですか。嬉しいんだけど、ありがとうございますね。どこで知ってくれるかわからないですもんね。今回初めて挨拶させて、あ、待ってます、声が。もうね、だからこの髪みんな見てね。もうユウがこんな短くなった。でも楽だね、軽いかも。いいね、もういい、いいんだ、もうユウちゃん、あ、やっほー、髪切ったんだ、イエーイ。そう、インスタね、やっぱりストーリー更新しちゃうよね、簡単だから。今イントネーションおかしくなかった。こんばんは、こんばんは、友達行くよ、楽しみ。あ、待ってます、嬉しい。ストリートにしないの。あ、今日ね、その美容院行った帰りにちょっと巻いてもらったんですけど、雨が降っててもうちょっと終わってしまった。まあ、東海とかはね、やっぱりストリートにしたり巻いたりとか遊べると思うので。もうさ、でもさ、そんな違和感ない？みんないけてる？この長さの U もいけちゃってる？もしかして。今日誕生日でした、おめでとう。それはおめでとうだ。あ、いけちゃってる、よかった、嬉しい、イエイ。みんな優しいな。昨日誕生日でした、あー、おめでとう。大人になったね、17歳、花のセブンティーンです。でももう誕生日から1ヶ月経とうとしちゃってるってことは、時の流れの速さを身に染みて感じる。こんばんは、お顔からいけてる、嬉しい、やった。でもね、今日その髪の毛を、まあ、切ってもらったんですけど、まあ、思った通り優が注文ミスったから、まあ自分が思って想像してたやつとはちょっと違って、まあ初めの方はちょっとやばいやばいって、こう家に帰るまでの道中すっごい思って、服をもう何も見ずに買ってしまった。可愛いと思ったやつを手に取りレジに向かった。そしたら落ち着いた。
めっちゃ可愛いよねえ。今日前髪マジでもう雨ダメだ。言う髪振れ新宿行くよ。はい待ってます。待ってますね。ボイトレも今日行ってきましたし。元気ですか？元気です。目覚めた。見てない。見るのやめた。もう見たら絶対止まると思って。トーク会でお披露目かな。ああそれもありだけど、明日着ようとしちゃってた普通に。明日来ちゃう。ごめん明日来ちゃうわ。ねえハロウィン何やってほしい？みんな言うさ、去年さ思いっきりさ私服着たんよ。ハロウィン無視して、なんかハロウィンってかその10月までの期間があるからさ準備できるやん。リュウが忘れてなければ。でもさゆうさマジで一人でやるのできないんだよね。ごめん一人では無理なんだ。誰かいないかな。奇抜なやつはやめて奇抜なやつ。前日と当日に買いに行く制度をもう何とかして脱出しなければ遠くから生きていけないなと思って。ラブリンとキムちゃんね、ラでも思ったの。いやめっちゃろれつ回んなかったんだけど、思ったんだけど、なんかラブリンはもう決まってたんよ多分。確かやることなんか結構予定決まってるっぽくて。でもユウさこんな何ヶ月も前からさ決めれないのね。頭が追いつかなくて。だからさどうしよっかなと思ってんだけど、どうしよう。そう無理だよね。ハロウィン行っても誰もやらないとかでさ。あら誰もやんないことある？ハロウィンだよ。まあ言うは言える立場じゃないけどもうやってないから。誰とも被らなそうな地味なやつ。メイド服希望。メイド服はマジで U の需要なしだから着ないよ。うーん。みんなね、じゃあみんなさすごいんよ。その握手会で例えばハロウィンじゃない日とかにもさ着たりするじゃん、いろいろ。ああいう日程組めるのがすごい。もうすでに。この日はこれ着て、この日は私服でとか日程組むのへったくそだからさ、スケジュール帳かけたことないんだよね。ノリで生きてる。メンソレータムのナース、え、なんか人気だよねそれ。メンソレータのリップのやつだっけ。トーク会の日程把握してますか？9月の10とかだった気がする最初が。で次がもう11月、あ違う10月のそれも10とかだった気がする。で11月もそれも10あたりだった気がする。多分その辺ですね。
どっかしら当たってませんか。大体合ってるから OK。OK。こんばんは、こんばんは。当たってるっぽい。あ、本当に？来た。すごいじゃん、ゆう。予定把握しちゃってるよ。何ヶ月か先の予言。え、当たってんの？マジで当たってる？マジですごいじゃん。ユニ伝えたことありすぎるわ。伝えに来て。待ってるね。今さ、通販でめっちゃ可愛い店見つけて、でコートがめっちゃ可愛くて、そこの買おうとしてるんですけど、通販ってなかなかちょっとさ、ユーには難易度高すぎてさ、いつも店舗で買っちゃうから。でもね、めっちゃ可愛いの。だからママにちょっと何回か見せて、いいじゃん買えばって言ってね、通販だよ、通販のやり方ちょっとユー把握できん。もう秋服だよ、言うても売ってるの。割と今日も行った店もう、うん、ついちゃった。これはもう今日入ってきた秋服なんですけどって言われて、ああそうなんですね。通販ね、便利だけどね。ポチッとするだけ。なんかそっからの個人情報入力ができん。店舗で見て通販で買うスタイル。なんかさ、店舗で見ててさ、めっちゃ喋りかけられるやん。でそこでさ、何も買わずに逃げていくの、なんか申し訳なさすぎてさ。だからいつもマジで会話されないように店員さんと鬼ごっこするっていうのが言うのあれなんだけど、そう、なんとしてでも逃げるよね。でも今日はもう話しかけたよね、逆に。何がおすすめですか、何でも買いの、もう買うって決めたから珍しく話した。でもね、店員さんとこう鬼ごっこして、まあ普段もめっちゃするんですけど、店員さんが服持ってユウに喋りかけられたらもう負け。これユウ捕まったなって思って、もうそこはちゃんと会話する。ただ本当にくるくる逃げ回って店員さんがレジの方とか戻ったら、よし勝ったってなる。一回逃げて捕まえに来なくなったら、もう多分捕まえに来ることないから。これね、やっぱり、ね、作戦なんよな。心理戦だよ、心理戦。持ってくるスタッフがやばい。やばいとこもあるんだ。そう、心理戦だから、みんなもね、気をつけてね。
忙しいよ。みんなも忙しい？今月。今月やばいんだよね。マジで。マジで今月やばいんだよね。思ってた以上にやばくてびっくりしちゃってる今。カミフレのライブはめっちゃ楽しみ。確かに。もうだって次新宿でやったらもう配信の方になるから、配信じゃないやつ、もうその場限定のさ公演は26だけだから。でもやばいよね。だってさ8月終わったら次9月でしょ。9月になったらさ、東海とか毎週あったりするじゃん。愛知県に住んでる人は愛知の時はいいけどさ、埼玉とかでさ参加するよってなったらさ、それもそれでまた大変じゃないかって思うんだけど。大変だよね、みんな大変だ。寝るんだよちゃんと。最近言うマジで睡眠時間さアホみたいに起きてるから、これ自業自得ね、ないんですよ。もういや残った、返しも、おー確かに全国行くのは大変というより楽しいで、極み鏡素晴らしすぎる。1時間半くらいかかる。車？ユウマジで車運転できるようになりたいんだよね。でもさ、ユウが車運転できるようになりたいんだって言うとさ、ユウが運転するの？乗りたくないって言われるの。そんな危なそう？ユウ。そうそう、夏休みだからね、夜更かしオッケーなのよ今。なんかこの髪の長さに慣れてきたんですけど、どう？今布団見て、もう15センチ以上切ってんだけど。意外とバレない。みんな危ないって言うじゃん。全然危なくない、マジ。基本に忠実運転、やったことないけど。ストレートパッツンが好き。今パッツンが好き。今ね実はパッツンなんだけど、雨で髪の毛やられてるから流してるだけ。これだよ。ノロノロ運転もダメだよ。いや、ノロノロ運転もダメなの分かるし、スピード出しすぎるのもダメなの分かる。その間、中間。カメフレの中だと安全運転しそう。いやいやいや。いやもちろんカメラの中だったらもうスーパー安全運転だけど、もう世界的に見てもユウは安全運転代表だから、みんな勘違いしちゃダメだよ。マジユウ安全運転の代表だから、本当に大事なことだから2回言っといた。そうそうそう、だからさ、その教習所っていうんだっけ、訓練室みたいなところで、その車でさ、なんか先輩みたいな人を隣に乗せてさ運転する試験みたいなのあるじゃん。あれでもその車の先輩みたいな人からもうスーパー褒められると思うよ、言う。なんかその自信があるんだよね。自信だけはあるわけ。免許取れたの？あ、まだ取れる年齢ではないんですけどね。取れる年齢じゃないんだけど、まあもし取れるようになったらもうすぐ取っちゃうよ。
免許取ったら行ってみたいところ、でもなんか夢ではないけど、普通に目的地のない旅をしてみたい。めっちゃかっこいいこと言ったけど、なんかマジそういう感じ。あー眠たい。来週からちょうど取りに行きます。お頑張って。琵琶湖一周しよう。え琵琶湖ってどんぐらい？池？川？湖ってだよね琵琶湖。えでもさ、え琵琶湖ってさ地図でさちゃんと穴開いてるじゃん。海マークみたいな、わかんない、ちょっと日本語わかんないけど、えそれ一周ってさだいぶ時間かかるくない？どんぐらいかかるんだろう。あるよね。え、あのね待って、わかんない。あのさ、まあ適当に日本地図を書いて、こういう感じ。これ琵琶湖。なんか琵琶湖が琵琶湖してるよね、ちゃんと。そのイメージはある。わかるじゃん。みんなわかんじゃん。やるじゃん。200キロもあんの。 42.195 何倍分。5回ないぐらい。書いたのは日本地図、日本地図だね。北海道沖縄ないバージョン日本地図かな。でも琵琶湖行ってみたいなって思うよ。有名じゃん琵琶湖って。滋賀って名前も可愛いしね。いう名前可愛い県調べるのすごいハマっててさ、だから自由研究で愛媛調べたりとかしてたんだけど、滋賀も迷ったよね。普通にいいよね、調べるのあり。行ったことある人多そうだし、普通に人生で一度行ってそう。そう、愛知からだとすぐ、え愛知からだとすぐ行けるんだ。名前可愛いね。マジで名前可愛いなと思って調べたもん。自由研究。こんばんは。え愛媛県民、えすごくない？愛媛から今、え愛媛から中継されてるこれ。すごくない？そしたらやっぱ世界のつながり半端なくない？電波すごくない？ブラックバス、ブラックバスってさ絶滅危惧種じゃなくて。神奈川県も小さくて可愛い。あ小さくて可愛いっていう意見、ね、なるほどね。確かにそれはあるかもしれない。え、そう、パルパル行かないと。ママナコパルパル行かないとね、ちょっとやっぱり落ち着いて行きましょう。ハマナコパルパル、キミちゃんのおすすめ。でも琵琶湖一周をさ自転車スクール、ん違う、なんだっけ、サイクリングかでなんか行く人とかたまにおらん？あ、爽やか行きたい。食べたいハンバーグ。ブラックバスは外来種、あ外来種か。外来種ってさ
外来種ってさ、外来種って日本以外から来るやつだっけ？太平洋とかそういうとこから来るやつも外来種って言うのかな。マジ魚系にあんまり詳しくないからさ。握手会終わりにドラさんで一人だけ騒いかいけなくて拗ねてたの懐かしい。ああもうね、それ思い出したらダメなやつ。マジ悲しかったから。3人ってたのに言わなきゃいけなかった。悲しい。あー、外国から来た種外国から来た。そう、魚系に弱いんよね。でもさ、意外とさ、釣りとかさ好きな人いるじゃん。魚に強い人っていうのだからいいよね。なんかあのさ、魚つかみみたいなやつでさ食べるやつあるじゃん。それでつかめる人とか。いや、ちょっとためらうからさ普通に。でで外来種、外来種ね。そうそうそう、え、なんていう魚じゃない。でも、え、魚とかでしょ。それ何で言う、なんていう、みんな魚系とかじゃなくて魚のスペシャリストみたいな魚ではないか、確かに。なんだろう、何のスペシャリストって言うんだろう。あ、魚か、普通に魚か。でも魚って普通じゃない？やっぱ普通じゃない言い方が良くない？あ、うお、あ、いいね。うお、いいかも。うおフェッショナル。ゆうは歌唱力ナンバーワンに出ますか？出ません。歌は苦手です。テロップの絵文字はどんな表情？あ、テロップの絵文字は髪の毛切りすぎたよっていう表情です。こうやっているとさ、あんま見えない。行ったことある県はいくつ？え、少ないと思う普通に。え、なんだろう。え、貝殻はかわいい、ありがとう。え、なんだろう、愛知県の仲間と、そこは多分全制覇してる。あと関東ってだから東京の仲間らへんも、あ、でも栃木とかそっちらへんは行ったことないと思う。で、北海道とかないし、沖縄もないし、だからそれで言うと四国4件もう多分ない。その遠いらへん、栃木や東京の仲間じゃないから。うっそ。あ、親戚に、あ、いいね、いい表現だ。親戚いいね。九州とかもえ、ないと思う。あんのかな、全然記憶ないんだよね。え、栃木ってさ、茨城なんだよ。みんな知ってた？知らんかった人。福岡あるんじゃない？え、福岡ある？行ったことあるかな？言って福岡行ったことある？みんな。
47都道府県総監で作ってみてほしい。あ、いいね、気が向いたら。トーク会ユウに会いに行きます。おい、待ってます。トーク会、9月から。握手会だったよな。あ、本当に。じゃあ行ったことあるね。ユウよりみんなの方が詳しいの。ユウが行ったことある都道府県。なんかさ、一時期小学校の5年とか6年の時、なんか都道府県をなんかとりあえず覚えないとコンピューター室に入れないみたいなミッションみたいなのがあって、なんか9の段言えないとコンピューター室入れませんとか、なんかそういうのあったんですけど、そのために47都道府県覚えたんだけど、今ね言えるかって言われたら、場所とか名前はね、もし出てきたとしても場所がね分かんないんだよね。なんとなくがいけるんだけどね。コンピューター室はコンピューターで授業をするんだけど、なんかゲームとかできるのね。だからやっぱゲームするんだったらちゃんと答えてから入ってこいみたいなテストがありました。その時はね、ゆう割とね耐えてたんだよね、そういうテストに。意外といけてたわけさ、7の段とか。あ、みんなトーク会報告ありがとう、待ってるね、楽しみだね。もうね、でもね、トーク会ってね楽しみじゃん、楽しみなんだけど、マジでユウはそのあんまりさ、おしゃれとかに興味がないから、ちょっとねここだけの話、本当にね服に困るんだよね。実践問題、マジで普段家ではジャージで過ごしてるからさ、なんかそんなねトーク会で急におしゃれなユウになってもね、びっくりするくない？普段のユウどうしたみたいな、え、学校の体操服だよねみたいになっちゃうから。こんばんは、ヤッホー、こんばんは。トーク会4時受付始まったら教えてください。始まるんですか、それって。おしゃれ好きそうなのによく言われる。やっぱりね、言うね、顔だけはそうやって生きてきてんのよ。例えば運動神経良さそうとか、まあそれこそ女子力高そうとか、まあ、顔でまあ、そういうのは乗り越えてきたんだけど、実際中身バレちゃった、これダメなんだよ。初見でツーショットの場合どんなポーズがいいですかね。確かにどんなポーズがいいかな。ポーズのレパートリー言う、これしかないけど大丈夫かな。そう、顔は、顔好きそうでしょ、わかる。顔なんよ。普段のまま投稿しましょう。あ、そう、これもある。最近よくやる。マジでレパートリーがもうピースかこれか。髪フレポーズしよう、いいね、みんなしよう髪フレポーズ、ツーショット髪フレポーズイベント。サイン会の書けなかった分は書きましたか。あ、書きました、書きました、みんな全部書いてあります。これ本当です、みんな本当なんで。写メ会したい。写メ会っていう、やったことある、初めてな気がするんだけど。あ、初めてじゃないか、あるわ、あるね、みんなあるか。なんか東海で写真急に3、2、1みたいな、えみたいな、あったあった。
AKB のね、そうだよね。動画会またやってました。動画会ね、マジでやだ、ユウマジでやだった。動画会はもうね、本当にユウのキャラじゃなさすぎて、あれはね可愛くできなかった、ごめん。なんかさ、あの動画会ってさ、可愛い人、可愛く言える人ってとことん可愛いやん。だからさ、めっちゃいいなって思う。確かにユウもファンだったら欲しいなって思うもん。けどね、あのセリフのやつはねダメなんよ、ユウ。なんか例えばそれこそあの博多とかそういうとこに行ったら、なんかその方言を無理に使う感じ、もう違和感でしかない。大阪だったらなんかたこ焼きをどうのこうのみたいなうんってなる。セリフがね、確かに苦手。そう、そう苦手なのよ。なんかさ、こうこういうさ感じでさ喋ってる You だったら苦手そうみたいな分かると思うんだけど、本当に顔だけで見たらなんかそういうことしかやってなさそうな人に見られがちなんですよ、You って。だからマジでね、これね、勘弁勘弁。メンバーによって書いてたけど、ああそうなんだ。そう、なんか得意そうな顔してない？めっちゃ勘弁勘弁だよ。だからさ、転生アイドルみたいな、なんかもうザアイドルっていう人はめっちゃ羨ましい、本当に。わあすごってなる、かわいいみたいな。あとでもいいよ、最近すごいな、あすごいなとか言ってた。ごめんみんな、なんかさごめんね、最近さ思ったことがあって、ちょっと待ってズボっちゃうごめんごめんねみんな、ごめんちょっと待って、ごめんマジでごめんねうわーごめんね、マジでごめんね。最近すごいね、なんか思ったことがあってなんか今までさ、なんか例えば、あじゃあここでマイセリフやってもらいたいと思いますみたいなあった時に、今まではチームエースの中でもなんか若い方だったから、なんかあじゃあ一番若いからユウやってみたいな言われること多かったんだけど、なんか最近さユウより年下の子がいるから、そういうのあんまりさこう回ってこないというか、ついに年取ったなって思って、ちょっと幸せかもしれん。みんなごめんね、本当にもうあ最近すごいないやびっくりびっくり、普通にシンプルに出た。これから言うの友達を誘ってもいい、いやもうまあこちらこそ。えでもやばくない、今のやばくない、最近すごいなようそんな言葉出たの。すいませんでした、汗汗。8月だね、もうびっくりしちゃった。
自分でもびっくりしちゃったんだけど。マブダチ、マブダチ。それもそういう感じでいいんじゃない、いい。お、自称お兄ちゃんがいっぱいいたけどいなくなる現象。あ、でもその時ってかいたかな、わかんない。でも若かったからね、ユウも。ちょっと距離縮まった感じしてよかった。あ、よかった。もうごめんね、みんな。本当にもう普段のユウすぎた。メンバーとドライブに行きたい人は、ドライブに行きたい人、ドライブに行きたい人か。みんなで行きたいね。ゆるい感じ、もうゆるすぎるよね。宿題ね。あ、でもこの間ゆう久々にめっちゃ課題やったのよね。なんか珍しく。そしたらびっくりされちゃった。え、どうしたの、なんでやってんの。みんなで行くならどこに座る。え、座る場所、うわめっちゃ、あ、いいね、その話題。じゃあみんなに、で今からゆうが車を書くので車の座席表を書きます。みんなだったらどこに座るか。これ運転席、1、2、2列目、3、4、5、ここ運転席。え、ゆうは元気だったら2番座りたいけど、2番でうとうとしそうなのも怖いから、まあバレない3番かな。3か4、ここです。一番後ろ、5か6。あ、一番後ろ人気だね。でも確かに全体が見えるっていうのもあるか。後ろで寝る、後ろで寝る、あり？それ。え、5か6人気なんだけど。じゃあ優が5か6座るわ。もうだからみんな空いてない、5か6空いてません。そしたらどうする、ここ。もう優がもう横になる、占領。あ、1運転、素晴らしい。え、運転席が、え、みんなはさ、あれじゃない？あのさ、なんだっけ、そのさ、トーク会とかでさ、なんか友達っていうか知り合いとかとさ、一緒に遠征したりする？そのさ、運転する人ってさ、もう決まってるもんなのかな？助手席、いいね、助手席もいいよね。交代したり、センダリだか、センダだ、あー日本語読めなかった。あ、車出す人決まってんだ、やっぱりそういうのって。交代したりしなかったりってことか。したりしなかったり、ああいいね。あ、一人の場合は確か運転席だけだよね。バスか新幹線。バス？
でもバス乗った時にさ、もしもさそのバスが混んでてさ1時間経ってないといけないってなってもバス乗る？みんなそんなことはないのかな。バスって絶対席座れる？そういうところ行く時ってめっちゃめっちゃ遠征するなら交代。あーやっぱそうなんだね。じゃんけん、うわ青春すぎー。助手席は寝ちゃダメだよね。だからちょっとあれだね。あ、予約してるのか。なるほどなるほどね。あり、席決まってるバスならありですね。確かにそんなさ遠出するのにさ、なんか市民バスみたいなのは乗らないか。めっちゃ乗り返せなかいの。結局新幹線のところにたどり着きそうだし。飛行機乗ってみたいんだよね。大体一人で運転して友達は横で騒いでるパターン。いいね。でも騒いでくれる人が横にいるならさ、運転してても眠くならなそう。飛行機で行くんだったらもう北海道か沖縄のこの日本地図のこことここ、でもゆうさ車は意外と好きだよね。車って本当に5分乗るだけで寝れちゃうのよ。なんか普段さ、昨日というか今日もさ5時まで起きたので、7時に起きないといけなくて普通に、だから全然寝れなかったんだけど、車行くと5分で寝れちゃう。あ、海外あり。え、その選択肢ありだった？じゃあ近いところから攻めていきたい。まだその睡眠時間が短くてもいけるっていう若さは持ってた。安心。てててて、いいな車。早く免許取りたいな。北海道東北海とかればいいのに。確かに。でもみんなが大変そう。普通に北海道に住んでる人がもしいたら、その人はいつも大変だから逆にいいと思うけど、割合的には絶対さあれだよ。北海道普通にみんなの遠征力半端なく試されるよ新しい車買うか悩んでる。え、待って、めっちゃなんかいろいろさ買ってない？なんかこの間ピアス買ってなかった？トーク会じゃなくてお渡し会かなんかの時。欲しいものは無限に出てくるよな。でも人生一度きりだし、後悔しない選択を。車はちっちゃいやつやだ。大きいやつ乗りたい。そう、ピアスで散々してたよね。割といいやつ、割とっていうかめちゃめちゃいいやつ。いや、なんかかっけえ。本当に？え、かっこいいって言われるのめっちゃ好きなんだよね。もうこれからも言ってもらって。
んばんこんばんは。あ、今日はツイッターあげないといけないから、そろそろ30分に終わろうかな。レンジローバー、車の種類全然わかんないんだけど、言う。ペース買ってそうな顔してんで、あ、言う？開いてないんだよね、耳。でも、めっちゃ耳たぶんでかいんだよね。だからさ、ピアスあったのちょっと怖くて、逆に。車は可愛いのが好きですか、かっこいいのが好きですか。もしなんかその軽自動車みたいなちっちゃいやつだったら可愛いのが可愛いなと思うけど、でかいのだったらかっこいいのがいいよね。ピアス怖いからイヤリングは、ユウもあのまだ年齢的に開けちゃダメで、高校卒業したら開けていいっぽいけど、あと1年あるので、そしたら髪の毛も染めれるし、もう自由だよ。ピアスってそう、確かにピアスって何種類あるんだ。え、なんか一応あるっぽい、なんとなくわかんない。え、染めるの、え、高校卒業したら染めたくない？でもどうだろう、何色に染めたいの。いやでも若いうちはあの遊びたいなって思うけど、挑戦みたいな。でも最初はもう普通に暗めじゃない、いきなり明るいのは無理っぽい。言うわ、でも言うてもあと1年半ぐらいあるから全然だけどね。1年半後にみんなに言うが髪の毛染めてる瞬間見てもらえるかにゃ。いきなり金は絶対似合わない気がする、違和感すごすぎて。あー腰痛くなってきた。マジ短くなったな。短い。でももしかしたらもう黒髪アイドルで終わるかもしれない、最後まで何歳になってもアイドルの時は黒髪でみたいな。ユウがもしそういうタイプだったら絶対そんなことはないと思うんだけどね。言うならありえる。あ、本当にありえる。黒でいそう。言うがこの間買った本を変えたの。え、これ映画化されるよね。映画化されるよ。まず映画化されるって発表される前に、なんか映画化されるんですよみたいな話をショールームでしてたんですよ、たまたま。全然知らなかったんだけど、合ってた、よかった。まさか、逆にまだ発表されてないなんて知らなかった。それ予言しちゃったのよ、本当にびっくりびっくり。
こういうのばっか読んじゃう。なんか題名エモエモ。あの日恋に落ちなかった君と結婚を。エモエモすぎんだろ。泣きたい私は猫をかぶる。これ弟が飼ってたんですけど奪った。エモエモね、エモエモだよね。エモエモの題名はね買っちゃうよね。ゆうはさ表紙とか題名とかで決めちゃう。余命3000文字題名がいいか。そう題名で買っちゃうね。直感タイプそれかもしれない。ピーン来たら買うよね。あでもそれは小説とかじゃなくて漫画でも一緒なんだけど、うわかわいいかっこいいっていう表紙だったら買いますってなっちゃう。すぐ買っちゃう。題名とか面白そうだったら戦うやつも買っちゃう。マジでユウは早くワールドトリガーのもう続きが見たすぎて、もうやばい、早く見たいってなってる。本を置く場所かもな。えでもユウ今自分の部屋本屋にしたいの。だからまだ足りない。大型書店好きですか。大型書店でも本屋が好き。どこでもちっちゃくても大きくても早く読まないと。えユーモさまだ全然読めてなくて、だから読まないと。本屋一生入れる。あ9時30分 OK ということで、ツイッターを久しぶりにちゃんと Now の自分を届けられるようにしたいなと思います。マジ何億年かぶりにツイートしますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。ちょっと今折り紙打ってるんですけど、今日は本当はね悲しい配信だったんだけど、もうね一周回って元気になっちゃったよね。もうこの髪型と共にゆうはこれから生きていくと決めたから、もうそう思ったら怖くなくなった。まあまださ人生17年分のさその一瞬がこの髪型ってだけだから、まあまだ無限にできるじゃないかと考えたら誰も悪くないですね。これは今回のは今回のこの髪の毛事件誰も悪くない。誰も責めたらダメです。なんかさ時間があったらすぐこのハート作っちゃう。めっちゃ好きなんだよねこの折り紙の折り方。ということで終わるかな。うまくツイートできるかな。久々にツイートします。だって告知じゃないツイート久々すぎてさ、文なんて言うとなんて打てばいい。みんな文ちょうだい。あん久しぶりでいっか。久しぶりって打つからみんな久しぶりって送っといて。じゃあねバイバイ。